はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。渡辺です。小木です。はい、お願いします。今日も。ですね、今日は小木さん君。ターバン。ターバン、はい、ターバン持ってます。だからなんやねんって感じなんですけど、ターバンの、アレンジ方法というか、まあ、ターバンつけた時にこう結構まとめたりとか結構するかなと思うんですけど、その時のこう遅れ毛、例えば顔周りの部分をどこまで下ろしたらいいかなとか、どのぐらいの量なんかなっていう意見とか結構いただいてたので、まあ、これやったら可愛いみたいな、これやるとなんかちょっとみすぼらしいみたいなをちょっと今日はやっていきたいと思いますので、まあ、この暑い季節よかったら参考にしてみてください。はい、それでは動画を始めていきます。では動画をどうぞ。はい、じゃあまずターバンこれですね。を、まあ、頭の上に頭をもうくぐらしましたね。あ、すみません。あ、で、いや、全然で、それから前髪出してね。はい。この状態。まあ、こんな感じでターバンが一番下に来ている状態になってます。で、次に奥レゲの部分を出すんですけど、だいたいこのなんて言ったらいいんですかね、この辺って結構皆さんこう細いというか髪の毛が、まあ、薄くなりがちなんで、だからここの部分を下ろすんですけど、こう下ろした時に結構このぐらいがっつりと下ろしちゃって、なんかもう肌が見えないぐらい下ろしちゃうと、なんかこうみすぼらしいというか、なんか適当に下ろしてる感があって、まあナチュラルじゃないかなと思うんで、これはちょっとやめてください。失敗してもこのターバンをもう一回下ろして、でこの髪の毛を中に入れてもう一回かぶせればもう一度下ろせるので、この状態に失敗してもやってください。で、どのぐらいかって言ったら、まず、まあ、さっきのところをこう下ろします。こう毛束がなるべくこう細めの方がいいですね、下ろすときに。で、少しこう空間が、肌が見えてる方がいいかなと思うんで、ここを下ろして、で、このちょっと下の、なんて言ったらいいんですかね、このこうなって、もみあげの一個上のこう山になってるところ、ここの部分も少し下ろします。だいたいこう 1.5 センチ幅ぐらいで下ろしてやってあげると、このぐらいの隙間感が出るので、このぐらいの方がターバンアレンジでは、可愛く仕上がるかなと思います。反対側も同様で、ここのちょっと薄くなってる部分ですね、この部分を少し下ろして、で次にこの山になっている部分ですね、の部分も下ろしておきます。で、下ろしたりした時に結構こうやって崩れやすかったりとかするので、その辺の部分もまあこのままターバンの後ろにこうやって入れてもらってもいいんですけど、直らなかったらもう一度外してやってみてください。これが遅れ毛を下ろした状態です。ここのちょっと分け目もなくなって、遅れ毛でちょっと肌がこう抜け感が出てるというか、奥の肌が見えてるような状態だと可愛く見えるかなと思います。で、後ろの髪の毛、まあ下ろしてても全然いいんですけど、ちょっとまとめた方が涼しげになるかなと思うので、だいたいまあ後頭部ぐらいで集めます。で、後頭部あたりでまとめたところをでゴムで結びます。で、まあちょっとお団子とかにしてた方がいいかなと思うので、2周ぐらい回した後にお団子、毛先がこう下に向くようにしてあげると綺麗かなと思います。で、ここのやっぱり高さ、なんかペタンとやっぱりしやすいかなと思うので、このお団子のゴムの部分を持ちながら、もう指でこう広げるぐらいな感覚でいいかなと思います。だからあんまりこう一本一本の束を出すと結構難しいかなと思うので、広げる感じ、指も 3,4 本この指をプッと使って、このままグッと広げるような感じでやってあげると自然にボリュームが出るかなと思います。
ちょっと高さが出れば OK です。やっぱりこうゴムがこう見えてる状態でちょっと恥ずかしいかなと思うんで、この少し毛束取ってゴムの部分に巻きつけます。でなんかこういう風にちょっとピョンピョンって髪の毛出ててもルーズで可愛いかなと思うので、もう全然こう無視しちゃってください。で毛先の部分は少しちょっと下ろした状態の方が可愛いかなと思いますので、ほんと少しの毛束だけをゴムに巻きつけます。その上からゴムで結びます。お団子のところだけを結んでやっていきます。でちょっとここの巻きつけた髪の毛を少し広げておきます。で顔周りの部分ですね、最後ちょっとかあの巻いてた方が可愛いかなと思うので、コテでちょっと巻いていきます。で1個のもう束でやっちゃっていいかなと思うので、中間からコテを入れて1回転だけさせて滑らします。するとこういう風に自然なカールが出るので、この毛先のカールを少しこうほぐしながら束感を出します。反対側も同様に全てまとめて中間から外巻きに1回転だけさせて巻きます。巻いた後に毛束をほぐします。はい、こんな感じでできました。顔周りの遅れ毛も程よいぐらいのバランスで、で後ろの部分もまあ、毛先ちょっと下ろしてルーズな感じでお団子にして、表面の部分も少しボリュームが出てる状態です。こんな感じでやると結構バランスよくターバンアレンジが決まると思いますので、よかったら参考にしてみてください。